りだ。私ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様この後に及んでとぼけるつもりか。とぼけるなどと滅頭もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。さあ、ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、全部取ってきやがって。これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。その思い男どもに分かるものか。こう見えて俺らもさ、男を鍛えてんだぜ。なでしこ隊前進、男衆はその場に待機。なんの、みんな勝負はこれからぞ。二人で分かち合えば喜びも悲しみもすべて2倍にござる。あらな、武田の盛況もなめられちまったもんだね。真田忍び隊迎え撃て。さてお前たち、楽しい忍び仕事のお時間だ。おっと、おっと、何も言わなくていい。俺も同類ってやつさ。行動った損傷もなし、進軍を継続します。これ以上好き勝手にさせようものか。やれやれ、オタクの相手してる場合じゃないんだよね。回れ右して帰ってくんないかな。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのせいで。それは今たとえそうであろうとも、この雪村甲斐武田の留守を任された身、負けるわけにはいかねえ。まずっちまった。すまねえ大将。大将、あんたは負けちゃダメなんだ。おのれ卑怯だぞ。真田が消えた、どこへ行った、出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。僭越ながら赤の目のごとく眠って差し上げよう。情けようじゃなく徹底的にと聞かされているゆえに。よく頑張ったのに、もういい、もういいんだ。まだやるか、この程度じゃすまねえぜ。大将に幕僧から喧嘩売るなんざどうかしてるぜ。なんという凄まじい覇気、まさに強者。今私のことを。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。誰だ貴様、乙女の仇討ちを汚すとは不届きだ。大将、人に夢と書いて、さっぱかないのでござるね。命がなければ、好いた相手に声もかけられないの
か貴様は。あなたは敗者である事実を認められないだけだ。私と同じ敗者に糾弾されるゆえんはない。私を変えようなどと心にないでくれ。誰だって砕けた茶碗を元に戻せない。ウスカシスカ二つに一つぞ。また揃い物を見せていただきました。次会う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。見るがよい。キャツも生身の人間よ。ヒデン、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。謎不条でもあるまい。手を焼かせないでください。背負った哀愁の数だけ人ってのは大人になるもんだぜ。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに。おお、武田最強、最強のために震えよ。者ども守れ。今こそ門扉を塞ぐ岩をとならん。この心に浸水のごとく速やかな。人はいずれ私となる。それが遅いか早いか、笑顔のままに死ねる者などいないのだから。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す、雪村様。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーミー。いざ木の元にこの雪村アーミー。そのまさに私は。そちらさんもようござんすね。すること火のごとく震えているこの雪村の熱き魂が。今こそ吠えよ虎の魂。見事はこの雪村負けて食いなし。その目に届く日が直しすぎ。いかなる言葉ももう遅い。この心には届かない。なぜならとうの昔に私は止まっているのだから。